サイカが来て以来何もかもおかしくなっちまった。サイカって？この町をめちゃくちゃにしたゴーマのことさ。何でも食らう腕を持った最低最悪の化け物だ。知らないんですか？サイカはここだけじゃなく王国中で暴れ回っているんですよ。姿を見て生き残った者はほとんどいないとか。へえ。サイカに船と港を焼かれたせいで商船組合は解散状態。貿易ルートもよその港に奪われちまった。貿易はこの町の生命線だったのに。町を捨てる人も増えたし、治安も悪くなって、ゴーマ病もひどくなっているんですよ。つい最近も小さな子供がゴーマになって。タイマシたちは何をしておるんじゃ？責任者だったテレサ様はサイカに負けて左遷されちまった。新しいタイマシ様が何人も派遣されてきたが、ほとんど北にある遺跡に行っちまうんだ。やっぱりメディサがあんなバカなことをしたせいよ。メディサ？よせ、よそ者に話すことじゃない。そうね、本当にどうなっちゃうのかしら。ヘラビーサは以前のヘラビーサとはかなり状況が変わっているようですね。聞き込みをして現状を知るべきだな。そうね、特に清涼と北の遺跡、それからメディサって女の情報が欲しい。北の遺跡は地脈点かもしれないからわかるが、メディサはなんでだ？勘よ、なんか引っかかる。ふん、そういう感覚には従うべきだな。案外生死の分かれ目だったりするもんだ。サイカとやらの情報はいいのかい？結構よ、そいつの癖までもう知ってる。